ただやっぱり今重視してほしいのはやっぱその上のレベルよりも今できてる今やんなきゃいけないことの完成度であると、うんうん、これは受験生の皆さんにも特に本当に意識してほしいのが、うんうん、焦って先進むよりも今やってるものが本当にミスらない状況を作ることの方が絶対大事なので、むちゃくちゃ大事ですね。武田塾教務所の中森です。武田塾教務の武田です。中森先生、はい、今回も視聴者の皆さんにアンケートをしましょうか。おやっぱり受験生のみんなが気になるのは、うんうん、睡眠時間やと思うんですよね。勉強時間前聞いたもんね、はい、うん、ちなみに高田先生は僕6時間ですね、受験生の時は、はい、今は今は8時間かなるほどね、はい、受験生の時は一番頑張ってました。なるほど、はい、いろんな意味で、うんうん、では今日も質問です、うん、質問です。独学で勉強を進めている小井です。お、はい、先日駿台ハイレベル模試を受けたところ国英数すべてで偏差値60程度でした。お、いいね、うん、特に数学では今青チャートの例題に取り組んでおり、はいはい、一通り終わらせたのですが、うんうん、各大問の最終問題などに歯が立たない状況です、うんうん、このまま例題をやるのがいいのか別の参考書に取り組むべきなのかを教えてください、うんうん、また今後どのレベルまで到達しどの参考書に取り組むべきなのでしょうか、うんうんうん、という高校2年生から質問が届いてます。いやすごいね、うん、すごいですね。2年生で勉強の進捗がめちゃくちゃいいですね、うんうん、で悩みも具体的だしね、はいはいはい、うん、じゃあこれに答えていきましょうか、はい、まあその単純にハイレベル模試の成績上げたいならレベル上げるべきだと思うんですよ、うん、なるほど、難易度高い問題だけど、はい、受験を見据えた時の優先順位の1位は青チャートの完成度だと思うんですよ。はい、なるほどなるほど、深いですね、うん、だから例えば模試のレベルがね挑んだことなくて、うん、ちょっと気になるからやってみたいなって思うなら上のレベルなんだけど、うんうんうん、やっぱ今の時点で重要なのって基礎の取りこぼしがないこと、うんうんうん、で基礎ができた上で上に進んだ方が絶対楽だと思う、うんうんうん、で、うん、今青チャートがどれだけできるのかと例題がっていうところをまず気にした方がいいんじゃないかなっていう、うんうんうん、ね、なるほど、うん、青チャート8割ぐらいなのか青チャート全部解けるのかってまた全然違いますからね、うん、そうそうそう、まずは青チャート8割ぐらいの状態で次のレベル行くんじゃなくて、うん、青チャートをどこから出されても完璧な状態にしてほしい、仕上げてほしいっていう感じですかね。でもしここから次の参考書を進む時っていうのは、はい、まあ多分ね志望校高いとか目指してると思うんで、ハイレベルとか受けてるってことは、はい、おそらくまあ多分候補として一番最初に上がってるのは一体したいような練習なのかなっていうふうには思うんですよ、うんはい、もしくは今だとそれこそね十問とか、うんうん、数学のキャンパスとか革新とか、はいはいはい、ね、あの辺に行く可能性もあると思うんだけど、多分一番行く可能性があるのは1対1かなとは、なるほど、うん、思ってて。中森先生質問です、うん、1対1対4練習はルートに入ってないんですけど、うん、なんでここで1対1なんですか。あの青チャート選んでる人が一番行く可能性が高いのがそれだから、ね、なるほど、いわゆるその受験の王道的な、うん、一番使ってる人、まあ、合格体験とか見ててもやっぱ使ってる人が多いルートっていうのは1対1に青チャートとか、うんうんうん、まあ、それこそフォーカスコールとか、うんうん、そういうのやった後に行くっていうケースがすごい多いと思う。なるほど、うん、でまあね、それ以外の選択肢ももちろんあるんだけど、っていう前提で考えるときに1対1は多分問題はそこまで難しくないから、うん、接続結構いけると思うんですよ、はい、例えば解説が結構難易度高くて問題の割にって感じでね、うんうん、解説高いレベル高いから何週間結構しなきゃいけないとは思ってて、うんうん、まあ、そこのやり込みでかなり時間がかかるんで、まあ、2年生終わるまでに1対1が本当に完璧だったら全然余裕でしょみたいな、うん、めっちゃ熱いですねそれはですね、1対1が身についてたらすごいですね、はい、うん、まあ、志望校によってはね、例えばこれがまあ本当に東大とか目指してるのか、そもそも難関だけど地方の国立医学部みたいに完成度の方が重視なのかで結構先、うんうん、行く先が変わってきたりすると思うんだけど、はい、まあ、それに合わせてまあ自分にとって必要なものを選んでくれればなと思うんだけど、ただやっぱり今重視してほしいのはやっぱその上のレベルよりも今できてる今やんなきゃいけないことの完成度であると、うんうん、これは受験生の皆さんにも特に本当に意識してほしいのが、うんうん、焦って先進むよりも今やってるものが本当にミスらない状況を作ることの方が絶対大事なんで、むちゃくちゃ大事ですね、うんうん、まあ、ね、ケアレスミスがない状態じゃないと上に行っても意味がないから、うんうん、まあ、それはねぜひ意識してやってもらえればって感じですかね、はいはい、今回各大問の最終問題、まあ、難しいじゃないですか、うんうん、なんでそこに目が行きがちになってしまうんですけども、うんうん、じゃどの分野からその出されても青チャートの例題レベルが解けるかどうかっていうところを意識してほしいってことですね、うん、で1対1対応の演習とか、うんうん、レベルを上げていけば各大問の最終問題は対応できるので、うん、それまた青チャート仕上げた後でやっていきましょうですね、まあ、参考に
にするのは、まあ、武田塾であればマーチレベルの参考書とかでいいし、うんうんうん、まあ、一般的によく使われるのは一体使用かなっていう感じですかね、うんうん、はい、はい、そんなところです、はい、今回は以上です。武田塾スタジオコース、毎週水曜日20時から生放送やってます。武田塾の指導の様子を完全生公開、質問も生で返しちゃいます。ぜひ見に来てね。さらに武田塾では無料受験相談をやってます。一人一人に合った勉強法も教えます。最寄りの武田塾の校舎までお問い合わせください。